売れ残りや期限切れなどで捨てられてしまう食べ物のいわゆる食品ロスを減らす取り組みが広がっています。台東区の百貨店では通常店頭では販売されない商品のセールが今日から始まりました。今回のセールではこちらの古いパッケージの商品やバレンタイン商品のこちらのチョコレートもおよそ半額の値段で販売されています。食べられるのに廃棄されてしまう食べ物を減らそうという今回のセールでは、夏物やクリスマスなど季節外れの商品が割引価格で並んでいます。そして目玉は賞味期限間近の商品です。こちらのお茶漬けは今年5月の賞味期限に近づいているため、通常3500円のものがなんと540円で販売されています。もちろん安いですよ。ここに来ると3万ぐらい買っていくの。だから見てください、山に日にちに期限があるので、ちゃんと守って使いたいと思います。農林水産省によりますと、食品ロスは日本で年間500万トンから800万トンに上るとしていて、百貨店でもこれまで廃棄する商品もあったといいます。賞味期限は十分まだ1年もあるのに、もう販売できない商品がお値打ちの価格で出てきたりとか、もう本当に賞味期限間近な商品ってところが非常に狙い目なセールにはなっております。この食品もったいないセールは今月22日まで開かれています。一方、東京都もこの食品ロスの対策に乗り出しています。今月5日には制作した動画を発表し、買い物の際すぐ食べるなら期限が迫った商品から購入するよう呼びかけています。フードロス問題を意識し、実際の行動につなげてもらえるように都民の皆さんに呼びかけていきたいと思っています。この動画は都内のスーパーやイベントで上映するほか、インターネットの動画サイトでも配信され、食べ物のもったいないを広く呼びかけています。